おう、戻ってきたか。皆さんお帰りなさい。ご苦労様でした。報告書は渡せたようですね。うん、そっちは問題なく。つい先ほど王国軍から報酬の振り込みがありました。取り急ぎそれをお渡ししておきましょう。さすがシード中佐、仕事が早いわね。それよりもボス地方に特務兵どもが現れたって聞いたんだけど。やはり離宮の方にも連絡が行ったみたいですね。ちょうどその話をしていたところなんです。発見したのはギルドの人間らしいな。ええ、シェラザードさんたちです。シェラ姉たちがラベンヌ廃校の内部でアジトを発見したそうです。あいにくすでに引き払った後だったみたいですが。ラベンヌ廃校の内部、空賊たちと戦った場所か。チッ、盲点だったな。引き払ったってことはすでに別の地方に行ったのかな。それがボース地方の各地で特務兵の姿が目撃されたらしく、現在国境師団が総力を挙げて調査。そうなんだ。私たちもボース地方に助っ人に行った方がいいのかな。いえ、陽動の可能性もあります。現地の状況が分かるまで迂闊に動かない方がいいでしょう。それにどうやら結社も動いているようです。なんだと。シェラザードさんたちが廃校のアジトで遭遇したそうです。同化師カンパネルラ、執行者の一人みたいですね。また新顔か。さらにアジトで奇妙なものが発見されたそうです。まずはオルグイユという動力駆動の乗り物の設計図。そしてお茶会という不調で語られた謎の計画メモです。オルグイユ、お茶会。わけがわからないわね。お茶会というのもなんだか気になりますね。チッ、さすがに落ち着いていられねえな。まあ焦るなって。現地で軍とギルドが頑張ってるみたいだからな。じきに状況もわかるだろうさ。ええ、気は流行るでしょうが、王都にとどまっていてください。今のところは各自自由になさって結構ですよ。うん、そう言われても。あれ、そういえばオリビエはどうしたの。それが帝国大使館から先ほど連絡がありまして、野暮用ができたとおっしゃってお出かけになりました。すぐにギルドにお戻りになるそうですが。ふーん、どうしたのかしら。あれ、レンはどうしたの。もしかして話が退屈だったから遊びに行っちゃったとか。そいつはありそうだな。も
がないわね。でも、もし王都を離れるとしたら、レンのことも何とかしないと。私、ちょっとあの子を探してくるわ。あ、私も。レンちゃんが行きそうなところ、わかるかもしれないし。そっか、助かるわ。エルナンさん、そういう…ええ、お願いします。私の方は各地の支部と残党の行方について情報交換をしていましょう。行くぞ。さてと、あの子の行き先なんだけど。ある？昨日は東街区をいろいろと回ったから。そのうちのどれかかも。いろいろと回ったって？まずは百貨店でお買い物をしてね。それから歴史資料館に行って、最後に時計台の近くにあるアイスクリーム屋さんに行ったの。なるほど、いろいろね。ティータも結構ノリノリだったんじゃない？まずはそのあたりを探した方が良さそうだな。ああ、とっとと連れ戻すぞ。確かこの百貨店は昨日お前さんたちが一緒に回ったとこだったな。あ、はい、ひょっとしたら他の場所に行っちゃった。まあ、まだそんなに遠くには行ってないはずだし、この東街区を中心に探して。確か昨日はここにも寄ったって言ってたよね。うん、一通り眺めたくらいだけど。こんにちは、来場者の方ですか？人探しをしているんですけど。あら、昨日そちらのお嬢様と一緒にいらした。あ、そうだと思います。お嬢様方二人はとっても目立っていましたから。そのお嬢様でしたら先ほどお見えになりました。館内のどこかにいらっしゃると思います。あ、そうなんだ。よし、とっとと捕まえるぞ。
にいるか知ってる？え？さようなら。あのお嬢様、お知り合いの方が。ちょっとレン。申し訳あります。お引き止めしようと思った。ううん、気にしないで。それよりもあの子と何か話していなかった？はい、不思議なことを尋ねる。色のないお魚さんがどこにいるか知ってる？え？意味深だな。もしかしたら謎かけをしてるのかも。謎かけ？つまり謎々を解いて追いかけてこいってことだ。ですって。それじゃあ今もわざと私たちから逃げたわけ？ま、そういうことだな。上等じゃない。その手の遊びだったらこっちだって負けないわよ。あのな、そういう問題じゃねえだろ。Thank you.
なるほど、魚拓かよ。おや、そこの魚拓に。それは我が輩の勝ち取った。よかったらその武勇伝を。それはまたの機会にしてもらうとして、ここに白いドレスを着た女の子が。おお、訪ねてきたが、我が輩におかしな質問をしてそのまま去っていきよったぞ。やっぱりか。あのどういう質問でしたか？確かこんな質問だった。辛くて苦くて美味しいお店ってどこにあるか知っている？だ。まさに謎謎だな。辛くて苦くて美味。それじゃあそのお店を探してみましょう。Thank you.
もちろんコーヒーに決まっているさ。ドラゴンビーンズをブレンドしたサイフォンで入れる自慢の一品で、あとスパイスをふんだんに使ったライスカレーはかなりの人気だよ。辛いカレーと苦いコーヒー、辛くて苦くて美味しいお店だね。なあ、白いドレスを着たガキンチョは来なかったか。ああ、さっき来たよ。カフェオレを頼んで美味しそうに飲んでくれたね。そういえば、私に奇妙な質問をしてきたけど。どんな質問だい？ほっとくとなくなるお菓子はどこで売っているの？だったかな？よし、メモしたわ。そろそろ追いつきそうな気がするけど。
街のどこかにいるの。こうなったら絶対に。エステルさん、で、うんうん、ほっとくとなくなるお菓子。お菓子といえばグランセルの路上には屋台が多いんですよ。もしかしたら屋台で売られているお菓子のことかもしれませんね。キャンディー、ポップコーン、クレープ、それからそんなところでしょ。Thank you.
Thank you.
ほっとくとなくなるお菓子、これか。まあ確かにほっといたら溶けてなくなっちまうわな。あら、昨日のお嬢さん、ついさっきお友達がアイスを買っていきましたよ。今日は一緒じゃないんですね。やっぱり。あの子、謎々を言ってませんでした？謎々？そんなこと言ってたかしら。お姉さんたちと空港で待ち合わせをしているのって楽しそうに言ってましたけど。お姉さんたちってやっぱり私たち。やっと謎々は終わりか。しかし随分と振り回されたもんだぜ。まったく、もう心配かけてくれちゃって。これは見つけたらお説教してやらなくちゃね。お姉ちゃん、あんまり怒らないであげて。きっとレンちゃん寂しかったんじゃないかな。私たちお仕事の話ばっかりしちゃってたし。うん、それはあるかもしれんな。うん、それを言われると。まあとりあえず空港に迎えに行きましょう。それにエステルたちじゃねえか。こんにちは、整備長さん。どうしたんだ、珍しいところで会うじゃねえか。こいつを運んできたってわけさ。うわー、何これ。あのひょっとして。アルセイユ用の新型エンジン XG-02 のサンプルだ。サンプルって言ってもほぼ実機と同じ性能だがね。へえ、これがそうなんだ。うわー、信じられない。こんなコンパクトなのにあの出力が実現できるなんて。しかしこれがオートに運ばれてきたってことは例の共和国と帝国に渡されるサンプルってやつか。おう、よく知ってるな。やっとアルセイユへの組み込み作業が終わったからこっちに届けに来たってわけだ。そっか。ところでこのエンジンどこに運んでいくつもりなの？なあ、港の倉庫街にな。条約の調印式までそっちで保管するらしい。へえ、そうなんだ。あの整備長さんたちはいつツァイスに戻るんですか？ああ、これを届けたらすぐに出発します。テイタボ、くれぐれも元気でな。あ、はい、整備長さんたちも元気で。エッセル、それにアガットって言ったか、テイタボを頼んだぞ。ま、心配すんな。じゃあね、遊撃士さんたち。はあ、あれがアルセイユ用のエンジンか。よくわからないけどやたらとすごそうな機械よね。うん、
ごい機械が作れるようになりたいの。やれやれ、メカフェチ一直線かよ。ま、目標があるのはいいことか。それではな、オリビエ。俺が留守の間、問題を起こしてくれるな。安心してくれ。この僕が愛しい君に心配をかけたことがあったかい？今更すぎて心配する気にもなれ。せめて問題は起こしてくれるな。善処しましょう。君たち、ひょっとして僕が恋しくてここまで探しに来てくれたのかい？なわけないでしょ。それよりも今のミュラーさんよね。なんで帝国軍人が定期船なんか使ってるんだ？何でも軍務でボース地方に行くそうだよ。空賊団が使っていた飛行艇があっただろう。あれを回収するつもりらしい。空賊団の飛行艇ってあの緑色の小型艇よね。でもなんでミュラーさんが？知っているかもしれないが、あの飛行艇はエレボニア製でね。それを使った空賊団は未だ捕まっていないらしい。帝国政府としては証拠を回収して犯人捜査に協力したい。
そう王国に打診したそうだよ。よくわからない理屈ね。空賊団がエレボニアの元貴族だったというのはあまり外聞がよろしくないからね。できれば不戦条約締結の前にうやむやにしておきたいんだろう。共和国あたりが突っ込む前にね。空賊団が元帝国貴族って、あの僕っ子たちが？知らなかったのかい？カプア男爵家といって帝国北部の少領主だったそうだよ。数年前、莫大な借金を抱えて領地を手放したそうだがね。事情が、なんていうか微妙にかわいそうな連中ね。だからといって全く同情の余地はねえな。まあそういうわけで僕は見送りに来たんだが、君たちはどうして空港に？あ、実はレンを探しに来たんだけど、オリビエ見かけなかった？レン君？ってそこにいるのはレン君じゃないのかい？私たちから逃げたりして。ごめんなさい、だって退屈だったんだもの。あのね、百貨店で紅茶とクッキーを買ったのよ。みんなの分もあるからお願い、機嫌を直して。あ俺たちも結構楽しませてもらったからな。お愛子でいいんじゃねえか。しょうがないな。お小言はこれくらいで勘弁してあげる。本当？よかったね。さてと、それじゃ一旦ギルドに戻るか。何か情報が入ってるかもしれない。うん、そ。おや、何かあったのかい？ちょっとボース地方で事件って。そういえばミュラさんってボース地方に行ったんだっけ？ああ、その通りさ。詳しく聞きたいところだね。ま、ギルドに戻ったら一通り説明し。ねえ、エステル。
たの？もう怒ってないから安心してもいいわよ。そうじゃないわ。第一、エステルが怒っても全然怖くないんだもの。うん、言うじゃない。それじゃあどうしたの？あのね、実はエステルに預かり物があるの。預かり物？うん、びっくりしないでね。え、何これ、私に？ええ、そうよ。誰から？読んでみたらきっとわかると思うけど。そう。エステルへ。散々迷ったけれど、どうしても君に伝えなくてはならない用事ができてしまった。あんな別れ方をして虫のいい話だとは思うけど、二人きりで会えないだろうか。今日の夕方、グリューネ門側のアーネンベルクの上で待っている。わかったみたいね。でも話を聞いてたからピンってきちゃったもの。これって、これを渡した人って、真っ黒い髪と琥珀色の瞳のハンサムなお兄さんだったわ。空港の待合所でエステルたちを待っている時に渡してほしいって頼む。あの人がエステルが言ってたヒュシュアってお兄さんでしょ。うん、筆跡も似ているし、間違いないと思う。夕方、グリューネ門側のアーネンベルクの上。夕方ってもうそろそろじゃない？おい、何をしてる？エルナンが各地の情報を説明するみたいだぞ。アガット、どうしよう。おい、どうした？これはヨシアか？うん、レンがそれらしい人から受け取ったんだって。なるほどな。いいぜ、行ってこい。え、いいからとっとと行け。他の連中には俺の方から適当に。ありがとう、アガット。それにレンも教えてくれてありがとね。そんなにその人と会いたかったのかしら。ああ、だろうな。どうやって他の連中をごまかすかね。グリューネモンのアーネンベルクの上、早く行かなくちゃ。Thank you.
シアは頂上の上にいる。私は一体最高位の多い継承権を持つデュナン・ヴァン・アウスレーゼだぞ。少しビールを飲みすぎたが、しかしあのライスカレーというのはなかなかの美味であった。たまには庶民の味も悪くない。どうしてこの私があんな小娘との言葉に心を乱されねばならんのだ。公爵閣下のご心痛お察し申し上げますわ。お前は。ええ、副官のカノーネです。公爵閣下におかれましてはあまりご機嫌はよろしくないようですけど。何の用だ。お前たちは確か指名手配されている身で。そう警戒されると傷ついてしまいますわ。私たちはただ公爵閣下のお手伝いがしたいだ。さあ一緒に来ていただきますわよ。ちゃんか。ケビンさん、どうしてここに。いない。いや久しぶりやな。しかしこんなところで再会するなんて俺らやっぱり縁が。ねえケビンさん、ここで誰か他の人に会わなかった。え、誰かって、まさかエステルちゃんもここで待ち合わせしとんの。で、ケビンさんも。ああ、手紙に呼び出されてな。あ、私もだ。面白い偶然もあるもんね。せやねって、そんな偶然あるかい。やっぱりそれじゃあケビンさんもヨシアに呼び出されて。ヨシア？それって例の彼氏やったっけ。知らんかったわ。ヨシア君って実はいい年したおっさんやったんか。そりゃ愛があれば年の差なんて問題あらへんけど、それやったら俺かて十分チャンスは。あの、微妙に話が噛み合ってない気がするんですけど、ケビンさんは誰からの手紙で呼び出されたわけ。ああ、グランセル大聖堂に俺宛の手紙が届けられてな。届けたのは身なりの良さそうな中年男性だったらしいけど。ヨシアは私と同い年だってば。おじさんのはずないでしょ。あ、やっぱり俺もなんかおかしいと思ったんよね。よく言うわよ。でもそれって一体どういうことなの。もしかして。何やて。
ジか。人違いですって雰囲気でもなさそうやな。うん、来るわ。天より授かりし輝きを持って我らが盾となる。真の実力や。こいつら。あ、なんだったのよ。それに今の魔獣っていうよりも。ああ、城の封印区画にいた人形兵器と同じみたいやね。最もあれとは違って最近作ら、それってどういうこと？封印区画の人形兵器がアーティファクトの一種とするなら、さっきのはオーブメントで駆動する現代の人形兵器ってわけや。しかも性能は全然負けてへんみたいやね。なるほど。どうしてケビンさんが封印区画のことを知ってるわけ？ギク。おい、何をしている？あ、兵士さん。何やら騒がしいと思ったら、お前たち一体ここで何をしていたんだ？ちょっと待って。私たちここで変な機械に襲われただけで。変な機械だと？ああ、お騒がせしてえらいすんませんでした。実は彼女ギルドに所属する遊撃士でしてな、とある連中を追って捜査中の身ってわけですわ。え？遊撃士？本当な？ほらエステちゃん、ブレイサー手帳を見せてやり。なるほど、本物らしいな。とある連中と言ったが、一体どういう奴らなんだ？それが結社とかいう正体不明の連中でしてな、各地で妙な実験をいろいろとしとるらしいですわ。そいつらの手がかりを追ってここに来てみたら、けったいな機械に襲われたんです。そういえば司令部から結社とかいう連中について注意のようなものが来ていたな。とすると周遊道に現れたのはその結社の者たちなのか。ちょっと待って、周遊道に現れたって一体何が起こったの？ああ、先ほどエルベリ宮の警備本部から連絡があってな。何でも武装した集団が離宮を襲撃してきたらしい。幸いシード中佐によって難なく退けられたらしいがな。現在周遊道を封鎖してその集団を追っているところらしい。えらいことが起こったな。こりゃ俺らも一旦ギルドに戻った方がいいかもな。ひょっとしたら君たちが追っている連中と同じなのかもしれない。よし、付近の警戒はこのまま我々が当たるとしよう。君たちは急いで王都のギルドに戻るといい。おおきに。ほなエステちゃん、さっさと戻るとしようか。ちょっと。一体どういうことなの？
はあ、やっぱり納得せえへん？当たり前でしょ。あなた一体何者なの？私たちの動きとか結社のこととか知ってたり、本当にただの神父さんなわけ？正真正銘七曜教会の神父やで。まあ確かにただの神父とはちゃうけどな。それってどういうこと？その説明はまた後でな。さっきも言ったけど、今はギルドに急いだ方がええ。ひょっとしたらとんでもない騒ぎが起こるかもしれん。とんでもない騒ぎって、あ、もう頭がぐちゃぐちゃになりそう。なんでヨシュアに会えるはずがこんなことになっちゃうのよ。その彼氏からの手紙なんやけど、それ本当に彼氏からか？え、うん、手紙を預かった子の話ではヨシュアとしか思えないし。その子は彼氏のことを知っとるわけやないんやな。だとしたら似たような特徴の別人を用意させた可能性もある。でもヨシュアの字に似てるし。筆跡なんちゅうものはある程度似せられるもんや。動揺しとる人間を簡単に騙せるくらいにはな。ちなみに俺が大聖堂で受け取った手紙はこれやで。どうやら同じ種類の封筒らしいな。ちなみに手紙の中身は俺が調べていることについての情報を提供するって申してやった。ということは同じ連中の仕業ってこと？一体誰が、どうして？それは俺にもわからんわ。確実に言えるのはお互いはめられたってことやね。賢者だよ。え？何者か知らないけど、ふざけてんじゃないわよ。ヨシアを語って私を呼び出したですって？許せない。絶対に許さないんだから！いえ、落ち着き、エステルちゃん。ここで熱くなったらまさに相手の思うツボやで。とにかくギルドに戻って情報の整理をしよう。分かった。だけどケビンさんのこと完全に信用したわけじゃないわ。騙したりしたら本気でぶっ飛ばすからね。ああ、かまへんで。エステルちゃんにぶっ飛ばされるんなら本望や。惚れた女のためなら体を張る覚悟はできとるしな。何言ってんのよ。まったくもう調子狂っちゃうわね。和み系目指しとんねん。それじゃあエステルちゃん、とっととギルドに戻ろうか。うん。Thank you.
がエルベリキューの方はどうなってるのかしら。ま、ギルドの方に連絡が入ってるかもな。はよ行ってみようや。彼氏のことで頭の中がぐちゃぐちゃしてたんやろ。気にしてへんから安心し。ありがとう。でも悪いけど、完全に信用できないっていうのは変わらないからね。あいた、かなわんな。まあよ、そのあたりもひょっとしたらギルドで。エーステル様。どうも。今朝は大変失礼しました。あの、エステル様、どこかで公爵閣下を見かけていませんでしょうか。え、朝に会ったきりだけど、公爵さん、どうかしたの。昼過ぎに町に出かけたきり、城にお戻りになっていないのです。閣下が行きそうな場所は一通り探してみたのですが。ああ、もうこの忙しい時に何をしてるんだか。フィリップさん、これからギルドに戻るから一緒についてきて。公爵さんが迷惑をかけてたら連絡が入ってるかもしれないし。そうですな。それでは同行させていただきます。あと、こちらの方は。ああ、市長教会の巡回神父ケビン・ダザ、よろしく。これを暗号丁寧に。私は公爵閣下の執事を務めさせていただいているフィリ。ああ、挨拶は後々。とっととギルドに戻りましょう。呼吸は安定しとる。どうやら眠っとるみたいやな。この人が王都支部の受付か。
リビエ、ジーンさん、ギータ、クローゼ、あっちゃ、全員やられたみたいやね。どや、無事そうか。うん、眠ってるみたいだけど、一体全体どうなっちゃってるのよ。皆さん急に睡魔に襲われ崩れ落ちたように見受けられます。確かに。おお、鋭いですやん。あれ、この手紙。ちょっと待て、それ俺らが受け取った封筒と同じとちゃうか。うん、お茶会の場所はやっぱり大手やったか。そこに書いてある娘ってのは誰かわかるか。その子がさらわれたみたいやな。エステルちゃんの仲間か。うん、ある事情で預かっている子なんだけど、よりにもよってこんなことに巻き込んじゃうなんて。エステルちゃん。エステル様。ごめん、フィリップさん。ひょっとしたら公爵さんもとばっちりを受けたのかも。いえ、そうとは限りますまい。仮にそうだとしても、こんな時間まで一人きりで遊びほうけている閣下、どうかご自分を責めないでください。そうやで、エステルちゃん。まずは手紙のお茶会が何なのか突き止めるのが先や。が出た時にエルナンさんが言ってたような。ケビンさん、さっき手紙を読んだ時、やっぱり王とやったかとか言ってなかった？なんや、聞こえてたんか。うん、実はちょっとした事情があるんやけど。その事情は私から説明させてもらうわ。お、ナイスタイミング。久しぶりね、エステル。ずいぶん大変なことになっているみたいじゃない？
です、ケビンさん。お互い間に合わなかったわね。いい、面目ないですわ。どうして白ネーンがここに？それに、なんでケビンさんと話が通じちゃってるわけ？私とアネラスが特務兵のアジトを発見したのは聞いていると思うんだけど、ちょうどその時この人と知り合ってね、消えた残党の捜索に今まで協力してもらっていたのよ。そっか、だから事情に詳しかったんだ。シェラ先輩。あ、アネラスさん。エステルちゃん、よかった、無事だったんだ。それにケビンさんもこっちに来てたんですね。ああ、俺の方も間に合わへんかったけどな。で、下の通信機はどうだった？ダメです。パーツが抜き取られたらしくて、すぐには使えそうにありません。とすると、ダメね。こっちも同じだわ。それって敵が壊したってこと？間違いないわ。一体何を狙ってこんなことをしたのか。そうだ、知らねえ。この置き手紙なんだけど。お茶会、ようやく全てつながったわね。その子と公爵をさらったのは特務兵の残党に間違い、しかも背後には見喰らう蛇がいる。うん、私たちも変な機械に襲われたし。お茶会に来いってどこに行ったらいいのか。とにかく心当たりを探してみるしかないわね。エルベリ級の警備本部にこのことを連絡してきてほしいの。周遊道に現れた武装集団はおそらく陽道に違いないわ。なるほど、やはり狙いは大手やね。わかりました。それじゃあ離宮までひとっ走りしてきます。アネラスさん、気をつけて。うん、エステルちゃんもね。羊さんは悪いんだけど、ギルドで待機していてくれる？公爵閣下は必ず取り戻すから。かしこまりました。待機している間、皆さんの解放をさせていただきましょう。どうか閣下をお願いします。現在、周遊道北西エリアで第一、第二小隊が展開中。まもなく包囲が完了します。南東エリアでは特務兵数名がロマール池のさらに向こうに逃亡中。
第3第4小隊が追撃を続けています。ご苦労。現状維持しつつ両集団の確保に努めてくれ。はっ。しかし下せませんね。一体何を考えているのやら。まさか陽動のつもりですかね。グランセル城には一個中隊を配備している。我々をここに留めたところで彼らに制圧するのは不可能だ。それとも我々の知らない切り札があるというのか。切り札。失礼します。どうした。要塞司令部への連絡は完了。ただ遊撃士協会の大都支部への連絡ですが、何かトラブルでもあったのか先方に通じない状態です。何。いかがしますか。うん、念のため保険を使わせてもらうか。副長、ここは任せた。私はしばらく通信室に詰める。了解しました。してどちらに連絡を。もう一度要塞司令部だ。一番ありえそうなのはグランセル城だけど、確かかなりの数の兵士が詰めているはずよ。他を当たった方がいいわね。そうは言ってもこの町はごっつ広いしな。おおよその検討はつけんと。西外区方面ってことね。うん、行ってみましょう。はあ、自分らなんかすごいな。
なんだなんだ。ナイアル、この辺りでおかしなことはなかった？おかしなこと？うん、騒ぎがあったとか、怪しい人を見たとか。怪しい奴は特に見かけてないぜ。騒ぎがあればうちの連中が聞きつけてそうなもんだ。そっか。もしかして何かトラブルか？だったら俺も一緒に行くぜ。すぐ準備してくるから1階のロビーで待っててくれ。うん。でもなんだ、緊急事態かよ。それじゃあお前さんたちはとっとと先に。うん。やけに凶悪そうなワンちゃんたちやね。特務兵の軍用犬来るわ。はっ。そら。やっ。やっ。せい。そら。これが真の実力。びっくりした。でもお茶会の会場はここで間違いないみたいやね。うん、そうね。さあ慎重に進むわよ。したくなければおとなしくしているがいい。我々は一般市民に危害を加えるつもりはない。ただし邪魔しなければ。命ばかりはお助けを。一般市民以外には危害を加えるつもりってわけね。な、貴様ら遊撃士か。一名は違うけどな。やっと見つけた。ずいぶん引っ張り回してくれたわね。
境界規約に基づき騒乱、破壊活動などの容疑であなたたちを逮捕するわ。さっさと降伏した方が身のためよ。クソ、どうして気づかれた。まあいい、片付けるぞ。おう、稼げた。あとは大尉殿に情報部に栄光あれ。ちょっとあかん、気絶してもうた。ねえ、知らねえ、大尉ってもしかして。ええ、あのしぶとい女でしょうね。あんたたち本当によく来てくれた。ありがとう。君たちは命の恩人だよ。どういたしまして。あれ、あ、どうしたの、エステル。なんかごつそうなオーブメント装置やね。何に使うもんなんや。アルセイユ用に開発された高性能のオーバルエンジンよ。確か2つあったはずなのに。ああ、こいつらの仲間が運搬車で持って行ったんだ。この先にある鳩場の方に。あ、なんですって。嫌な予感がするわね。エステル、ケビンさん、鳩場に急ぐわよ。了解。よし、来た。
やはり来たわね。カノーネ大尉元大尉ですわ。犬どもが騒がしかったからもしやと思って出てみれば、遊撃士というのはよっぽど鼻が利くみたいね。なめんじゃないわよ。あんな真似をしておいて、しかも関係ない子まで、絶対に許さないんだからね。何を言ってるのかしら。私たちはただ公爵閣下の王位継承をお手伝いするだけ。部外者はすっこんでいなさい。はあ、公爵さん、あんたまたバカなことを。で、誰がこのような無謀な計画に加担するか。くやつらは私のことを利用しようとしているだけだ。なんか本気で嫌がっとるみたいやね。元大尉さん、いい加減本音を言ったらどうかしら。本当の目的はリシャール大佐の解放でしょ。そこまで分かっているなら話が早い。これより再決起作戦を開始する。あなたたち2分間だけ持たせなさい。イエスマ。こら、公爵さんはともかく、レンは解放してくれて。大尉殿の決意と覚悟、邪魔させ来い。ギク。いい度胸ね。はっ、そら。なんてやつらだ。往生際が悪いわ。ほら、とっととどきなさい。なんや。まさかこれが設計図の。間に合ったようだな。情報部に栄光あれ。こいつは。どうかしら。このオルグイユは情報部が独自に開発していた最新鋭高機動の土火力は帝国製戦車の2倍。ほぼまたごっついものを。むちゃくちゃだわ。これを動かせるだけの高出力なエンジンがなかったので、完成一歩手前で保管されたけど、まさかアルセイユの新型エンジンが手に入るなんてね。空の女神は私に微笑んだみたいね。ちょっとそんなものを使って何をするつもりなのよ。言ったでしょ、公爵閣下の即位を手伝うと。そのためには女王陛下に認めていただかなくてはね。まさか狙いは城の女王様。今頃気づいても遅いわ。このオルグイユならたやすく城門も粉砕できる。城詰めの部隊も敵ではない。お前たちはせいぜい指をくわえて見ていなさい。追いかけるわよ。
完全に引き離せたようね。このまま城を占拠して女王陛下を拘束できる。ふう、どうやら間に合ったようだな。それにユリア・シュバルツ、久しぶりだカノーネ。まさかお前とこんな場所で相まみえることになろうとはな。あなたたちどうしてここに。レイストン要塞で飛行訓練をしていたのではなくて。シード中佐から緊急の応援要請があってね。どうやらグランセル市街で返事が起こるのを読まれたらしい。そこで我々が飛んできたわけさ。ただヒルアンドンかと思えば。中佐はリシャール大佐と同じくカシウス准将の元部下だからな。侮ったお前のミスということだ。どうやらそのそれであなたたち何をしようというのかしら。何？アルセイユに搭載された移動式の動力榴弾砲。そんなものでこのオルグイユに対抗できるとでも思って。対抗できぬまでも足止めくらいはできるさ。じきにシード中佐の部隊もこちらに到着するはずだ。投降した方が身のためだぞ。何がおかしい。相変わらずね、ユリア。まっすぐで凛とした気性は士官学校の頃のまま。昔から顔を合わせるたびにいがみ合ってきたけれど、私あなたのそういうところは決して嫌いではなかった。カノーネ、それは私の方も同じだ。でもね、リシャール閣下の解放を邪魔するなら容赦しないわ。仕方ない。1番2番ともに発射用意。戦車の足を止めるぞ。イエスマム。撃て。ダメです。機能停止しました。動力停止現象か。だがそんなことをすれば肝心の戦車だって。バカな。どうして動ける。周囲の動力機を停止しながらも接続した機体は動かせるユニット。予想以上の力ですわ。カノーネ、そのゴスペルは一体。ある筋から入手したのよ。実験を手伝うのと引き換えにね。何よあれ。新型ゴスペルを使ったこんな形でやるなんて。まずいな。あれが働いている間はアーツの類も使えへん。こうなったら奥の手を使うしかなさそうや。え？エステちゃん、シェランの姉さん、今からやることが成功すれば少しの時間だけゴスペルを停止させることができるかもしれん。その隙に戦車を足止めするで。なんですって。そんなことできるの。確率は五分と五分。せいぜい二人とも女神に祈っといてくれ。あ、それって確か封じの宝条、ダルモア市長が持ってた。くらえ。照明が戻った。動力停止現象が止まったのか。そんなあなた一体何をしたの。大したことはしてへんよ。アーティファクトが壊れる時に解放される膨大な動力をさすがのゴスペルもショートしたみたいやね。
やったわね、神父さん。いやそれほどでも。ゴスペルなど使えなくてもお前たちごとき敵ではない。オルグイユの力見せてやるわ。ユリア隊、ゴスペルがショートした影響で戦車の機能も低下しとるはずや。足止めするなら今しかない。そうか、ユリアさんよろしく。先生直伝の剣技見せてもらうわ。心得た。みんな行くわよ。我が主と義のために覚悟。我が Thank you.
やっ。そこや。はっ。せい。我が右手に。みんな行くわよ。知らないわね。完全に足止めできたようだ。やってくれたわね。カノーネ、お前の負けだ。今度こそ潔く投降してくれ。ふざけるな。こんなことで閣下の解放を諦められるものですか。ユリア、遊撃士ども、これで最後よ。いざ尋常に勝負なさい。戦車まで使っといて虫がいい気はするけど、いいわよ、やってやろうじゃない。お前との決着をつける時が来た。行くぞ。か
みんなよ。まだまだいけるわ。よっ。
我が。これで決着だ。さすがにクタクタ。連戦やったもんな。なんとかなったみたいね。終わったのか。あ、公爵さん。なんや、戦車に乗せられてたんか。まあな。今回ばかりはお前たちに礼を言わねばなるまいな。感謝の証に私の秘蔵する傑作劇画セットを譲ってやろう。遠慮しときます。でもまさか公爵さんに感謝されるなんてね。レンは無事なの？いきなり何なのだ。なんだそのレンというのは。女の子よ。白いドレスを着た。戦車の中にはいないの？そやつら以外は私しかいなかったか。ちょっとレンをどうしたのよ。どこに閉じ込めているの？何を言っている？この後に及んですっとぼけるんじゃないわよ。あんたたちがギルドからさらった女の子に決まってるじゃない。ギルドからさらった。そうか、そういうことだったのね。え？ちょっとカノーネ、一体どうしたのだ。これが笑わずにいられるものですか。私が閣下のために数々の謀略を成し遂げてきたこの私が、あんな小娘ごときにまんまと利用されたなんて。小娘なんて失礼ね。月がとっても綺麗な晩ね。今宵のお茶会は楽しんでいただけたかしら。なんや。女の子。レン、何やってんの。そんなところに登ったりして。あ、危ないじゃないの。まったくもう、ほんと猫みたいなんだから。今助けてあげるから、ちょっとそこで待ってて。その必要はないわ。だってここが一番いい席だったんですもの。お茶会を開いた主人として当然の権利だと思わない？え？執行者ナンバー15、選別天使レン、そんな風に呼ばれているわ。ちょっと品がなくてあまり好きじゃないんだけど。嘘。こんな子供が見くらう蛇の一員だと。結社に子供も大人もないわ。使えるか使えないか、それだけ。レンはとっても使えるの。昔の漆黒の牙みたいにね。そんじゃ俺に手紙を出したんはジョーちゃんやって言うんか。ええ、レンよ。脅迫状9通、教会のお兄さん
く手紙を書いてばっかりね。ベイベー褒めてくれるかしら。この状況を全部作り上げたというの？だってレンはみんなをお茶会に招待した主人だもの。出席してくれたお客様を退屈させるわけにはいかないわ。とっても頑張ったんだから。だったら、だったらパパとママは、レンのお父さんたちは一体どうしちゃったのよ。ああ、なんだ、まだ気づいてなかったのね。実はレンって結構すごいのかも。それともエステルたちが鈍いだけなのかしら。アンデスって怒っちゃ嫌よ。これのことでしょう。あ、こんなのレンのパパとママじゃないわ。もう用済みだからこうしちゃおうっと。あんた何をやってんのよ。エステル落ち着きなさい。血が出てないでしょ。本当だ。結社が作った自動人形、しかも人間そっくりなやつか。とんでもないで、ほんま。レンがそばにいないと人間らしく操れないんだけどね。でも人形の騎士のペドロにも負けない自信はあるわ。ああ、でも今回は誘拐されたりお茶会の主人になったりしたから、ピーア姫の役も多かったかしら。冗談きついで。さてと、本当のパパとママを呼ばなくちゃ。パテルマテル。な、何この音。上だ、気をつけろ。こいつ。あ、ゴスペルを。これがレンのパテルマテル。パパのように大きくてママのように優しいの。それ以外のパパとママなんていらない。目標発見。あ、何あれ。巨人。まさか。どうなってやがる。連長、みんな。睡眠薬の効果も時間ぴったりだったみたい。昔ヨシアに教わった通りね。本当はね、エステルのこと殺しちゃおうかなって思ったの。だって教授がヨシアが帰ってこないのはエステルのせいだって言ったから。してあげるわ。特別なんだからね。待って、レン。レンちゃん、どういうことなの？ティータもバイバイ。
一緒にアイスでも食べましょう。それでは皆様、今宵はお茶会に出席していただき誠にありがとうございました。カノーネ君、頼むから話してくれないか。あの少女はどういう形で君たちに接触してきたんだ。そして君たちはどの程度結社の存在を知っている。カノーネ、意地を張るのもいい加減にしろ。このままではお前は愚か、お前の部下たちの罪も重くなる。それは本意ではあるまい。彼らも私もとっくに死ぬ覚悟はできている。その程度の脅しに屈するものですか。軽々しく死ぬなど言うな。お前も見ただろう、あの巨大な人形兵器を。あんなものを使う連中が王国に潜入しているのだぞ。事態の深刻さがわからないお前ではあるまい。カノーネ君、リシャール大佐はある意味高潔な愛国者だった。何者にもリベールの自主独立を脅かされないことを望んでいた。そのことだけは私も真実だと思う。そして今リベールに新たなる暗雲が忍び寄ろうとしている。彼がそのことを知ったらどう思うか。うるさいですわ。何？うるさい、黙れ。リシャール閣下のお気持ちをもっともらしく語ったりするな。閣下を追い落とすことによってその地位を手に入れた輩が。可能ね、貴様、あなたもそうよ、ユリア。昔からのライバルが落ちぶれた様を眺めるのはさぞかし愉快でしょう。ならば笑いなさい。いい気味だと嘲笑うといいわ。カノーネ、私が今まで泥をすすって生きてきたのは閣下を助けるため。それが叶わなくなった今、私に生きる意味などない。さっさと銃殺にでもすればいいわ。おいおい、バカなことを言いなさんな。邪魔させてもらうぞ。准将。どうしてこちらに。今回の事件について陛下と相談したいことがあってな。それとは別の用事もあって先ほど王都に到着したばかりだ。そうです。ご多忙の中お疲れ様です。カシウス・ブライト、あなたも私を嘲笑いに来たというのかしら。やれやれ、嫌われたものだ。
これでもリシャールに負けないくらいの男前だと自負しているんだがな。ふざけるな。あなたさえいなければ、閣下は、リシャール閣下は順将、あまり彼女をからかわないでもらえませんか。今のはまさか。リシャール大佐。お久しぶりです。久しぶりだね、シード中佐、シュバルツ隊員。それにカノーネ君もな。服役中の身であるが、順将にわがままを言ってここに連れてきていただいた。どうしても君と直接会って話がしたかったんだ。私、あ、すまない、カノーネ君。私の傲慢と視野の狭さが君たちを巻き込んでしまった。善と有望で有能な若者たちを犯罪行為に加担させてしまった。そのことをずっと謝りたくてね。おやめください、閣下。私たちは自分の意思で。いいや、これは私の責任だ。君たちは私の方針のもと動いてもらっていたに過ぎない。その意味では今回の事件も私の責任と言ってもいいだろう。そんな。だからここに改めて宣言しよう。ただいまをもって王国軍情報部は解散する。以後その任務は軍司令部に引き継がれることになるだろう。カノーネ君、今まで本当にご苦労だったね。これでもう君が無理をする必要はない。私などを助けるために命を懸けなくてもいいんだ。だから死ぬなど悲しいことを言わないでくれ。リシャール閣下。そうですか。ええ、わかりました。それではよろしくお願いします。どうだった、エルナンさん。ええ、カノーネ元大尉が事情聴取に応じたようです。詳しい事情がわかったらギルドにも教えてくれるでしょう。そっか。強そうな女が話をする気になったなんてね。どんな手を使ったのかしら。ま、そっちの調査は王国軍に任せておくとしよう。俺たちは俺たちで情報を整理したいところだ。そうですね。ではまずは今回の仕事の報酬をお渡しするとしましょう。細々とした依頼への対応も合わせて査定しておきましたよ。
何かの間違いなんじゃないかな。うん、多分本当だと思う。ヨシアも同じくらいの年で執行者だったみたいだから。あ、しかし徹底的に振り回してくれたわね。カノーネにゴスペルを渡して戦車を使った再決起をそそのかしたのもあの子だったみたいだし、各方面に脅迫状を送ったのもあのガキだったらしいな。一体何のためだったんだ。なんとなくだけど。そうした方が面白そうだったからじゃないかな。何？レンは今回の実験をお茶会に見立ててたわ。そして私たちを含めた大勢の人間を参加させるためにいろいろと準備をして招待した、そんな気がするのよね。マジかよ。脅迫状の一件があったからオートに来たのは確かだな。うん、あの子猫ちゃんならそのくらいはやりかねないね。僕たちを眠らせた睡眠薬の量もコントロールしていたみたいだし。ちょうど俺たちがあのタイミングで鳩場に到着できるようになる。ふざけた真似しやがって。やっぱりみんなあの子に眠らされちゃったわけ。ええ、おそらくレンちゃんが百貨店で買ってきたクッキーをいただいた直後でしたから。しかしかなり痛い失態だったな。毒でも使われていたら全員死んでいたかもしれん。それに関しては私の失態です。皆さんをバックアップする身としてもう少し気をつけているべきでした。本当に申し訳ありません。やだな、エルナンさん。今回ばかりは私たち全員の責任だと思う。まさか結社があそこまでとんでもない連中だったなんて。あの大きな人形兵器、あんなのおじいちゃんでも作るのは難しいと思う。作れたとしてもあんな風に動かせるなんて。しかもあのティータ、もう元気出しなさいよ。今度会ったら絶対にあの子を結社から抜けさせるんだから。え、ちょっと待て。5年前、父さんはヨシアを結社から抜けさせた。だったら娘の私が同じことができないはずない。首根っこを掴んででも絶対に抜けさせてやるんだから。あ、そうだよね。さすがエステルさん。うんうん、その息だよ。気持ちいいくらいのあっぱれ。たく、軽く言ってんじゃねえぞ。いいじゃないの、こういう前向きさは旦那以上かもしれんな。うん、ええな、ますます惚れてしまいそうや。あ、ケビン神父、お待ちしていましたよ。いや、遅れてすんません。今までカラント大司教にこっぴどく説教されてましてな。それで遅れてしまったんですわ。どうした？俺の顔に何かついとる？今更といえば今更な質問なんですけど、結局ケビンさんって何者なの？ええ、それがあったわね。私たちも結局はぐらかされたままだわ。もちろん普通の神父さんじゃないんですよね。そやな、改めて自己紹介しようかな。七王教会聖杯騎士団に所属するケビン・グラハム神父や。
以後よろしく頼みますわ。聖杯騎士団。ほう、これは恐れ入った。まさか君みたいな若者が聖杯騎士だったとはね。オリビエ知ってるの？アーティファクトが教会に管理されているという話は聞いたことがあると思うが、その調査回収を担当するのが聖杯騎士団と呼ばれる組織さ。メンバーは非公開ながらかなりの凄腕が選ばれるらしい。詳しいですよ。残念ながら俺は騎士団でもペーペーの新米でしてな、凄腕っちゅうのは過大評価ですね。アーティファクトの回収、それじゃああの時使ったダルモア市長の杖って。ああ、あれは王国軍から正式に引き渡されたもんや。教会とリベールの間にはアーティファクト回収の盟約が結ばれているさかいな。それを無断で壊してしもうたんで大司教さんに説教されたんやけど。そうだったんだ。でもあの場合ああするしか方法はなかったと思うんだけど。ええ、手段を選んでいる場合じゃなかったと思うわよ。そう言ってくれると助かった。まあそんなわけでこれからもよろしく頼んます。見下う蛇について何かわかったら情報交換してや。え、俺がリベールに来たのは結社の調査のためやからね。正確に言うと連中が手に入れようとしとるオーリオールの調査なんやけど。あ、輝くわ。女神が古代人に授けたセプトテリオンの一つ、グランセル城の地下に封印されていると思われていた伝説のアーティファクトですね。ええ、そうですわ。どうもここ最近大陸各地で七の司法に関する情報を集めてる連中がいるらしくて、教会としてもその動向にはかなり目を光らせていたんですわ。そんな折リベールの方から輝く輪の情報が入ってきた。そこで真偽を確かめるべく新米の俺が派遣されたわけです。そうだったんですか。それじゃあ輝く輪って本当にリベールにあるわけ？封印区画になかったってことはただの伝説だと思ってたけど。そもそもどういうものかも分かってねえそうじゃねえか。ま、そのあたりの真偽を調べるのも俺の仕事なわけや。今日来たのはこちらの事情を説明させてもらおうと思ってな。つまりまた何かあったときはお互い協力しようってこっちゃ。なるほどね。うん、こちらも望むところよ。そうだな、こちらとしても助かるぜ。これも何かの縁だし、困ったことがあったら連絡して。お気に。ほな今日のところはこれで失礼させてもらいますわ。またな皆さん。行っちゃった。オリビエとは違った意味で毒気を抜かされる神父さんね。僕に言わせればまだまだ修行不足かな。もう少し優雅さが欲しいところだね。あんたの世まいごとのどこに優雅さがあるっていうのよ。しかし輝くはですか。結社が各地でゴスペルを使った実験をしているのとな。そうですね、その可能性は否定できません。ちなみに今回の事件で彼らは3つの地方でゴスペルの実験を行ってきたことになります。この分だと残りの地方でも実験が行われるかもしれませんね。
そっか。オートでの騒動も片付いたし、移動した方がいいのかしら。ってことはロレント地方かボース地方になるな。はい、こちら遊撃士協会グランセル支部です。なんと、そうですか、了解しました。こちらも注意しておきます。ええ、それでは。エルナさん、どうしたの？あの目狐の取り調べでも終わったか？いえ、それとは別件です。どうやら昨夜ボース地方に空賊団の残党が現れたそうです。え？情報部に空賊団、やたらと忙しい夜だったんだな。で、一体どこに現れたんだ？以前彼らがアジトにしていた霧降峡谷の砦だそうです。現在軍の飛行訓練場として使用されているそうです。彼らはそこに保管されていた空賊艇を奪って逃走したそうです。何ですって？ほほう、ミュラーが受け取りに行ったあれか。ちょっと待ってよ。なんだかあまりにもタイミングが良すぎない？もしかしてそれも結社が絡んでいるとか？可能性は否定できませんね。その意味ではこの次に皆さんに向かっていただくのはボース地方がいいかもしれません。確かにいいんじゃないかしら。現時点ではロレントとボースのどちらで事件が起こるかわからないしね。うん。で、シェラネも一緒に来てくれるわけ？情報部の残党のケリがついて私たちの仕事も一段落したわ。敵は相当手強いみたいだし、私も助太刀しようと思ってね。やったー。銀線の手紙とくと拝見させてもらうぜ。シェラ君がついに僕の元に来るんだね。シェラザードさん、よろしくお願いします。ええ、こちらこそよろしくね。あ、もしかしてアデラスさんも一緒とか？私は残念ながらそろそろグルツさんたちが強化訓練から帰ってくるんだ。そちらのチームに入れてもらうつもりなの。そうなんだ。チームってことはやはり結社対策かい？はい、結社の拠点を捜索することになると思います。拠点の捜索？これまでの動きから見て結社が国内に何らかの拠点を築いている可能性は高そうです。そこを叩かない限り根本的な解決にはなりません。今後は王国軍と全面協力して捜索活動を行う必要があるでしょう。確かに、あの大きな人形兵器はメンテナンスが絶対必要だし、ちゃんとした施設がどこかにあると思います。結社対策チームがもう一つ必要になるのも当然か。そうなるとクルツさんのチームにも戦力が必要になりそうだし、アネラスさんを取られちゃうのも仕方ないか。ごめんね。結社の拠点を見つけたらエステルちゃんたちの力も借りることになると思うから。その時に一緒に戦おう。うん、そうね。ただいま。言われた通りちゃんと
実験してきたわ。ああ、ご苦労だった。しかし随分と派手にやったものだな。だって今回は人を殺しちゃダメって言われてたんですもの。つまらないから、せめて賑やかにさせてもらったの。おかげでとっても楽しいお茶会が開けたわ。そうか。実験の結果はどうだった？そうね、教会のお兄さんの裏技に邪魔されちゃったけど、動作も安定していたし、十分実践で使えると思うわ。そうか。でもゴスペルって量産はできないんでしょ？兵器として使えるかどうかはちょっと微妙だと思うんだけど。量産する必要はないからな。今回の実験にしても、あくまで新型のゴスペルの潜在能力を測るのが目的だ。別に兵器を作ることが目的というわけじゃない。あら、そうなの？まあいいわ、あんまり興味はないしね。ねえ、それよりユシュはまだ見つからないの？ああ、かく乱用に放たれた人形がすでに何体もやられたそうだ。おそらくあいつの仕業だろう。さすがね、レンもかくれんぼは上手だけど、ヨシュアにはかなわないし。はあ、つまんない。どうして意地を張って結社に帰ってこないのかしら。さてな。そういえば教授がエステルのせいでヨシュアが帰ってこないって言ってたけど、エステルもヨシュアのこと探しているみたいなのよね。どういうことなのかしら。レン、あまり教授の言うことを鵜呑みにしない方がいい。どうして？真実というのは見方によって変わるものだ。月の顔が様々な形に例えられるように。ウサギさんとかカニさん。ああ、教授が語る真実とレンにとっての真実は別物だ。実際に見て感じたことからレンなりの真実をつかむといい。難しくてよくわからないけど、レン、エステルたちのこと割と気に入っちゃったかも。今度会ったとしてもいきなり殺したりはしないわ。それでいい。偉いぞ。ご苦労だったね。教授、それにカンパネルラ。ごきげんよう、レン。どうやらオートでかなりお楽しみだったみたいじゃない？まあね、あなたが来るって分かっていたら絶対に招待してあげたのに。とっても盛り上がったのよ。それは残念だな。僕の方は遊撃士のお姉さんたちに人形劇を見てもらったけど、さすがに君のお茶会ほど盛り上がりはしなかったかな。またの機会に誘ってもらうといいだろう。しかしレン、随分とエステル君のことを気に入ったみたいじゃないか。まあね、教授の言っているような嫌なお姉さんじゃなかったわ。
私は別に嫌な人間とは言っていないさ。むしろとても好感が持てる魅力的なお嬢さんだと思うよ。ただヨシアが戻ってこないのは彼女が原因であるのも確かでね。そうだろ、レーベ。確かに一員であるのは否定しない。どうだろう、レン。エステル君が仲間になったら君は喜んでくれるかな。エステルを仲間に。いいわ、とっても楽しそう。かなり実力不足だけど鍛えればものになると思うし。それにエステルがいたらヨシアも戻ってくるわよね。もちろんさ。さすが教授、ほんといい趣味してるよね。戯れが過ぎるぞ教授。いくらあなたといえど本人の意思を無視して結社に入れることなどできないはずだ。それが名士の定めた見喰らう蛇の掟だろう。言われるまでもない。蛇の使徒たるこの私がそんなことをするとでも思うかい。君やヨシアにだって決して強制はしなかっただろう。第一、そんなことをしてはせっかくの楽しみが大。あくまで自発的に仲間になってもらわないとね。ほら、シャキッとしなさい。さてと、次はボース地方ね。一通り準備を済ませたら早速発着場に行こっか。ま、空賊の事件については王国軍が捜査してるはずだ。緊急性もなさそうだし、すぐに行く必要はねえだろう。なるほど、残った仕事を片付けてから出発してもいいってことね。皆さん、何かご用ですか？私はここでご用があった。どうしたんだい？どうやらこの天才の力を。
シャキッとしなさい。